けの光の中に立つ影はミラーマン、ミラーマン、君の世界を通り抜け、今だキックを使え、目だミラーナイフが銃を切る、宇宙に漂う幾千の星から、私たちの誰も知ることもできぬ世界から、地球は今狙われている。こちらエンゼル、こちらエンゼル、丹沢上空で怪しい物体発見、直ちに追跡します。こちらエンゼル、宇宙船発見、攻撃します。おかしいな、レーダーには何も映らないぞ。ジバンキ、お前の方はどうだ。こちらもです。隊長インベラー現れ。おかしいな、レーダーには何も映らないぞ。ジバンキ、お前の方はどうだ。こちらもです。あれは何だ。それだ、搭乗員の目の錯覚ですよ。そんな化け物が地球上にいるわけない。そうそうそうですよ。いや、藤本先輩の言う通り、まあ私がもう少し科学的に説明いたしますと、つまりレーダーにも映らなかった物体の影はですね、ちょっと失礼、つまり事故のあった場所は年中霧や雲が多いんで有名なんですよ。そこへビューンと飛んできたジェット機の影が、この煙、いや雲に映ったんですよ。すると搭乗員は自分の影に怯えたってわけか。そうです。そして再びビューンと雲の中へ突っ込んで、そこで接触、ドカンです。ずいぶん強引な推理ね。いや、安田君の推理も否定はできないよ。先生、どうなんでしょうか。うん、今までに集められたデータでは、二番機に空中で接触したと思われる痕跡が認められるのだが。おい、おい、に来たぞ。どうしましょう。何か連絡ありましたか。あ、デスクですか。僕です、鏡です。写真の方を支局から本社の方へ伝送しておきましたから。え、あ、それが事故原因の方はニアミスのせいに落ち着きそうです。どうやら道を間違えたらしいや。困ったな。薄気味悪い森だな。どこへ行きなさる。この先は行き止まりじゃよ。その先は地獄じゃ。地獄？年中日の差さぬ地獄谷じゃ。谷はな、人食い鳥が住むと言われとるんじゃ。村の衆も近寄らぬ地獄じゃ。帰った方がええぞ。ありがとう、おじいさん。僕も早く帰りたいんです。この辺に車を U ターンさせる場所はありませんか。ありがとう。
どうしたんだろう。本当に人食い鳥がいるみたいだな。かわいそうに羽を怪我してるぞ。危ない。危ないじゃないですか。こんな道の真ん中に突っ立ったりして。どうしたんですか。ねえ君、とにかくお宅まで送ってあげましょう。お住まいはどちらですか。忘れました。忘れた。それじゃ名前は。名前も忘れました。名前も。弱ったな。こいつはどうやら何かのショックで一時的に記憶を失ったらしいぞ。まあ、一応一緒に連れて行くか。さあ君。怖い。この小鳥がですか。じゃあこうすればいいでしょう。手数のかかる人だな。さあ。巨大な鳥が奥多摩の変電所を襲ったそうだ。何ですか。矢田君、レーダーに何か反応あったか。いえ、別にそれらしいもの。やられた。レーダーにも映らない会長、インベーダーの仕業に近いね。こいつは FXZ も奴らにやられたんだ。でもなぜ変電所なんか狙ったのかしら。それはまだわからん。藤本君、現地に飛んでくれ。了解。麻子さん、悪いけどこの人に着替えを。こちらどういう方なの。事情は後で話す。もう心配やらないよ。京太郎さん。
何だって？あの人どうやら記憶喪失らしいんです。でもこの8ミリを現像すれば手がかりがつかめそうです。そうか、やってみたまえ。はい。なるほど、うまく変身したもんですね。京太郎君、これで山から鳥が逃げ出した理由も、あの女性が鳥を怖がる理由も分かっただろう。はあ。あの大きな丸い玉は一体？丸い玉の部分までリバースだ。はい。ストップ。あ、宇宙船。我々の探し求めていたものは全てここに移っている。あれは工事中のインベーダーの前身基地だ。でも先生、海中の発電所襲撃とはどういう関連が？はい、SGM チーフ、藤本さんからです。俺だ。バッテリー。ええ、そうなんですよ。会長のやつ、まるでバッテリーみたいに大量の電力を充電していってるんです。分かった。先生、会長は多量の電力を充電したそうです。そうか。奴らは会長を利用して工事用のエネルギーを集めているんだ。あの基地が完成したら東京などひとたまりもないだろう。先生、一刻も早くあの基地を叩き壊してしまいましょう。慌てるな、場所はまだ分かってないんだよ。ああ、そうでしたね。たった一人その場所を知ってる人がいる。しかし先生、僕に任せてください。君に？大丈夫です。必ず彼女の記憶を回復させてみせます。必ず。あさこさん、あさこさんだろ。何をうるさいね。ひょとろにいさま、待ってて、あんな人のこと。へえ、どうなってんだろうね、これ。君、この人に見覚えがあるかい？しかし、この写真は君が持っていた8ミリから現像したものなんだ。きっと君に関係のある男だと思うんだけどな。知りません。そう。じゃあ、この写真はどう？じゃあ、これは？見覚えがあるんだね。どこで見たんだい？覚えてません。思い出すんだ。頼むから思い出してくれよ。ダメ、どうしても思い出せない。どうしたんですか？
今変電所を会長が襲ってる最中なんだ。今や一刻の猶予もならん。京太郎君、彼女の記憶を取り戻してくれたまえ。あの会長にかなわればまず基地を発見して先制攻撃する以外ない。はい、わかりました。京太郎君、君も彼女も辛いだろうが、今この危機を救えるのは君だけなんだ。思い出してくれ、頼む、お願いだ。君だけが頼りなんだ。思い出してくれ。君だけが何十万人、何百万人の人の命を救うことができるんだ。さ、見るんだ。怖がらないでじっと見るんだ。見るんだ。リッキーサンキュー。新一さん、大物だぞ。フィアンセに捧げるものとしては上等すぎるくらいだ。移してくれよ。陽子さん、一刻も早く先生に地獄谷のことを話してあげてほしい。京太郎さん、僕には先にやらなければならないことがあるんだ。後ろから熱線が出てる。ちくしょう、逃げる気だな。Thank you.
さよなら。どうもお世話になりました。気をつけてね。さよなら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 。あ、しかし驚きましたね。鳥だとばかり思っていたのがインベーダーの偽装ロケットだったなんて。うん。しかも地獄谷の伝説を使って人々を遠ざけていたんだ。侵略者たちはあらゆる手を使ってやってくるだろう。我々は今よりももっともっと苦しい戦いを続けなければならないかもしれない。あ、しかも終わりのない戦いですね。ん、なかなかいいことを言うね、藤本。いや。あ、忘れてた。それ、飛んでいけ。傷の治った小鳥が大空へ帰っていく。だが、この果てしない空の彼方から、いつ次の敵がやってくるかもしれない。異次元怪獣キティファイヤー登場。殺し屋インベーダーに付け狙われた京太郎は必死の思いで戦った。キティファイヤーとミラーマンの戦いは果てしなく続いた。しかし敵の落とし穴は戦い後に仕掛けられた。落とし穴、それは果たして何か。次回の鏡の中の墓場にご期待ください。光の中に